明日上がる株、明日6月23日木曜日に向けた株式情報についてお話しさせていただきます。先ほど、ですね、中小企業ホールディングスについて誤った株価で掲載しておりました。大変申し訳ありませんでした。改めて正しい株価での動画を再アップさせていただきます。ご指摘くださいました方、本当にありがとうございました。まずは概況、そして引け後の好材料5銘柄、そして本日をストップ高ストップ安、デイトレスキャルピングを人気銘柄、そして新規上場スケジュール、最後に、決算スケジュール1週間分と狙い目についてお話しいたします。まずは概要です。ダウは大幅に反発して、3万ドル回復いたしました。ここですね、大きな要線となっております。プラス641ドルの、3万ドル回復ですね。日経の方は高値で寄りついたんですけれども、その後じりじりに下げて、陰線になっております。本日は26,149円、少し、下げている状態 0.37% です。1ドルは136.26円、これは1998年10月以来の、136円台の状況です。本日2時時点の、東証プライムですけれども、値上がりは821銘柄、値下がりが952銘柄、変わらずが65銘柄で、半数近くの銘柄が下がったことになります。ドル円がこのように136円台に突入したのは、岸田首相が円安を是正するために金融政策を変更する必要はないと述べたことを受けての、ドル高上昇です。今後は、日経の方はアメリカの市場の予測見になりそうな形です。こちらが、今後の経済スケジュールの1週間分の予定表です。カンサスシティの発表、あるいはミシガン州大学、明日は、日本の方、消費者物価指数の発表があります。まず1銘柄です。モダリスがユートロフィンの、遺伝子を標的とした筋ジストロフィーの治療法、こちらが米国で特許査定を取得したと発表がなされました。本日の株価は449円、出来高は65万株、この約3倍の180万株が信用概算として残っている状態です。1年の株価の動きは2月24日に300円、ここら辺ですね。一方ですね、年初来高値は1月4日の622円ですから、ここら辺からこう落ちてきて、底を叩いて上げてきて、また下がって天井を叩いてという、こういったチャートになっております。今回の話としてはバイオ系の、米国特許の IR ですので、上げてくるのではないかと期待されるかと思います。次に 3D マトリックスです。本日引け後に不創薬品工業、こちらと製造受託に関する基本合意を締結したとの発表がなされました。本日の株価は303円、出来高は72万株、この出来高72万株の約7倍の、530万株の、信用概算がある状態です。1年の株価の動きは3月17日に271円。ここら辺ですね。1月5日に643円の最高値ですので、この辺りからこう落ちてきて、上がって、かなり上げ幅、下げ幅としては減衰した形で、推移している状態です。直近のチャートを見ると、ほぼほぼ底値圏におりますので、今回の、発表で上げが期待できるのではないかと思われます。一方、先ほど申し上げたみたいに出来高に対しての7倍くらいの信用概算がある状態ですので、この点は注意かと思います。こちらが先ほどのアップした、動画でですね、株価間違えておりましたところです。大変申し訳ありませんでした。改めてご説明させていただきます。香港、中小企業ホールディングスですけれども、香港の、EC サイトですが、こちらとの、覚書を締結したとの発表がなされたものです。
こちらの EC サイトを通してメイドインジャパンの商品の販売を開始するとの、発表です。本日の出来高は100万株、約3倍の300万株の信用概算がある状態です。1年の株価は6月17日31円、ここですね、ここで最安値をつけておりまして、1月4日に56円、ここら辺ですね。ですからこうかなり落ちてきて、底を叩いてちょうど上げてきたところといった形です。 PR は185倍ですので、かなり割高な状態になっている状況です。この銘柄については、37円、超、定位株ですので、バンと急騰する可能性はあるものの、急落する可能性も非常に高い部分、それから、信用改ざんが非常に多い点、この点については要注意かと思われます。次、サストラホールディングスです。本日引け後に経常利益 51% 増で3期ぶりの最高益であるという発表がなされました。合わせて、0.66 円の増配をして、10円にするという発表がなされております。本日の株価は671円、出来高は12万株、信用概算の方は非常に少ないですけれども、ご覧の通りですね、信用概空売りの方が非常に多くて、貸借倍率の方が 0.5 倍の状態です。一方ですね、1年の株価の動きを見ると、1月27日に610円、ここら辺ですね、そこから4月6日の740円、ここですね、ここが、最高値になっている状態です。こう上げてきて天井で跳ね返されて、今度はそこで跳ね返されて、かなり減衰した動きになっているところです。PR は44倍ですので、そうか、気にすることはないかと思われます。先ほど申し上げましたが、それほど大きくはない数ですけれども、空売りの買い戻しも期待されるのではないかと思われます。次に、ビジネスブレイクスルーです。本日引け後に、23年3月の予測について営業利益が前期比 10% 増であるとの発表がなされました。合わせて中期計画のも策定しております。本日の株価は443円、出来高は6300株、非常に小さな板です。信用概算はですね、この6300株に対して40倍くらいの、25万株ある状態です。1年の株価の動きは1月11日に377円、ここら辺ですね。そして、年初来高値は6月8日ここですね、462円をつけている状態です。 PR は、6倍ですので、かなり割安な状態かと思います。今回ですね、かなりの6300株の出来高という超板打つ株ですので、ちょっと買いが入っただけでもって急騰する、そういったことから急な上げが期待できるかと思うんですけれども、一方信用概算の方がやはり1日の出来高の約40倍あるという状態ですので、この信用概算の多い点については、要注意かと思われます。本日のストップ高です。6銘柄あります。新和バイズホールディングス、製氷、エニッシュ、コムシード、ビーマップ、キャンバス、ザインエレクトロニクス。シンワワイズホールディングスは、ずっとお話しておりますけれども、エドバースです。エドバースファンデーションが日本円で土地を、NFT を購入する方法を発表した。これ、NFT、あまり、ご存じない方は、何のこっちゃっていうところあるかと思うんですが、通常 NFT というのは、イーサリアムだとか、といった仮想通貨でのやり取りになるために直接日本円で買えるっていうのはほとんどないのが今の状況なんですけれども、それを直接日本円で買えるというところが今回の発表に、大きなポイントです。次にエニッシュです。エニッシュもこちらも NFT 関連なんですが、日本経済新聞の電子版が
ゲーム内で使えるトークンを発行しやすくする仕組みを開発したと報道したことによって、ストップ高になっております。そしてコムシード、これもあの NFT 関連です。子会社が NFT のプロジェクトを、リリースした、まあ、こういったあの発表がなされたことによってストップ高になっております。次にですね、キャンバスですけれども、まあ、これずっとお話している、ステージ2もしくは第3層試験が決定したということでストップ高を連日つけているものです。明日は上限が4倍になりますのでストップ高値は、一気に1345円に上がります。あとザインエレクトロニクスは、NVIDIA の方に、NVIDIA のプロセッサに採用されたということが交換されてストップ高になっております。次にストップ安です。サイバーステップが本日ストップ安をつけております。あと本日18時頃ですけれども、日銀の方でもって子会社がアメリカにある子会社ですけれども、こちらがランサム攻撃を受けたことによって生産管理システムが停止したとの発表がありました。リトルスキャルピング銘柄についてお話しいたします。本日はこちらエネチェンジについてお話したいと思います。まあ、これもあのかなりあのデイトレの人気銘柄として定着しつつある銘柄です。会員のみの銘柄ですけれども、まあ、これ本日 の、 あの1分足のチャートですが、非常に上げ下げがあって取りやすかったかと思われます。順張りで入った場合はですね、ここら辺で入って、まあ、ここら辺で落ちてきたんで利確、また順張りだとここで入ってでここら辺で利確、まあ、その後はですね、しばらく入るポイントなくて、まあ、ここら辺で入って、まあ、少し取るくらい、まあ、ここでも入って、まあ、ここで利確あたりかと思います。逆張りの場合もここら辺でキャッチですね。それでここの急落でキャッチ、ここの急落でキャッチ、まあ、ここもここは入ったかどうだかっていうところありますけれども、どちらでも結構取りやすかったチャートかと思われます。こういったあのトレーニング用画像概要欄に貼り付けてありますのでご活用ください。次に新規上場スケジュールです。明日ですけれども4銘柄、発表、上場予定がありましたが、ウェルネスコミュニケーションズについては上場中止になっております。あと、本日からイントループの方が、抽選申し込み開始しておりますので、この辺についてお話しいたします。イントループはですね、本日から抽選申し込みが始まっておりまして、まあ、ポイントとしては、フリーランスを活用したコンサルティングとシステム開発支援ということで先行企業が多いので、まあ、そういった点では注目を集めにくいのかというところが、危惧されるところです。あと株数が多いので当たりやすい反面、上がりにくい面もあるかと思われます。次にですね、ツボタラボですね、こちらは明日上場します。慶応大学の、ベンチャーで、近視、ドライアイ、老眼、まあ、こういった治療に関わっている、医薬品と医療機器ですね、すでにジンズホールディングスだとか、ロート製薬、三手製薬、ここら辺と共同開発を行っている会社です。ですね、19年以降、こちらが5年間の業績ですけれども、19年以降は非常に順調に伸びているという形です。ポイントとしてはですね、公開株数非常に多いんですけれども、想定株価が450円で低めです。まあ、それでと業績も伸びておりますので、買いは入りそうかと思います。まあ、ただ、先ほどお話ししたみたいに同じ日、明日ですね、他にジャパンワラティサポートと本郷市場、こちらも上場するので買いが分散してしまう可能性はあるかと思われます。ジャパンワラティサポートの方ですけれども、こちらは住宅設備の、延長保証事業、まあ、こういったものです。売上としては順調に伸びている形で、非常に優秀なところですけれども、ただやはりIPO のテーマとして見た場合、住宅設備の延長保証事業っていうのが、
インパクトが薄いのではないか。あと公開株数が少なめでロックアップも180日しっかりかかっております。ですね、まあ先ほど申し上げたみたいに他にも、上場するのでこの分散は気になるところです。3つ目ですけどホームポジション、こちらはですね戸建ての、分譲事業です。まあ土地に合わせたデザインだとか間取りだとか品質デザイン性、ここら辺を強みとしているところです。公開株数が多くて、まあ非常に多いところですね。まあそこそこ当たりやすいところですけれども、こちらが業績でして一時的な落ち込みもありますので、まあ、ここら辺設備投資かもしれないんですけれども表面上やっぱり何か気になる、まあ、そこと、あとは先ほど申し上げたみたいに他にも上場企業があるので、分散するリスクがあるかと思います。こちら、本当は4銘柄目ウェルネスコミュニケーションズも、上場予定しておりましたが中止になっております。最後に、今朝の1週間分です、昨日ですね6月22日から29日、この期間を話すべきところ1日間違えて6月23から、30日でお話してしまいました。大変申し訳ありませんでした。23日はオプトエレクトロニクスがあります。24日は日本オラク、そして27日は島村と一番屋があります。このうち島村については、本日時点ですけれども、貸借倍率が 0.88 倍で、空売りが過多な状態になっております。28日になると杉ホールディングスが、決算発表の予定です。こちらはですね、昨日の発表ですけれども、5月期の業績について、増収増益を見通しているという発表がなされております。30日に入るとですね、テクノアルファ、ウェザーニュース、マルマイ、このあたりが目を引くかと思います。あとは J フロントリテイリングも、30日の発表です。あと慶応に関しては、本日の時点での、貸借倍率の方がやはり 0.42、 前週 0.42 でしたけれども今週もやはり 0.48 で、売り方が過多な状態になっております。以上、明日に向けての、お話をさせていただきました。一点、先ほどのアップしたもので株価の情報間違えておりまして申し訳ありませんでした。訂正させていただきました。こちらで、高評価チャンネル登録いただけるととても嬉しいです。よろしくお願いいたします。